What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code Spotify. That's code Spotify on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. 下田文雄リーダーズストーリー。こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。サイブガスホールディングス株式会社代表取締役会長道永幸則さんです。ようこそおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、どうも道永でございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、私たちこのところ本当にエネルギーもう今まではあった当たり前、当たり前の存在だったんですけど、今もありがたい存在に変わってきましたね。まあ社会情勢、世界情勢がそうなっていると思うんですけど、もうやっぱり電気がつく、ガスがつく、この水が出てくるって、なんかその営みがもう本当にありがたい、そう思う日々ですね。やっぱりエネルギーをこう扱う、こうお立場として今こうどんなふうにお感じですか。今の下田さんの言葉の中でありがたいという言葉をいただいたんですけど、はい、本当はもうあって当然だというような感じの会社であればいいんですけど、ただ今やっぱり世界の社会情勢等を見ましてですね、やはりガスも、本当に安定供給というのが本当に最近は実感しますね。そうですよね。まあ様々なご苦労があって私たちが当たり前のように、まあ日々遅れているんですけれども、まあ、その中でやっぱり脱炭素というものの一つ、まあ、節目が控えてますね。そうですね。2050年に CO2 カーボンゼロという形なんですけども、当社の一番の、主力製品であります都市ガス、これは化学資源いきますと本当に C なんですよね。CO2 入ってますんで、炭素が入ってますんで、これをいかにして脱炭素に持っていくかというのを2050年まで、いろいろ業界を挙げてやっております、でその中で一番、まあ、最終的に最適解最終解になりますのが、メタネーションということで、E メタンというやつなんですよ。E メタン、はい、はい、これは E というのはアルファベットの E なんですよね、はい、してメタンということで、これは最終的には、CO2 が燃やしてもゼロだという形のガスになります、で今まで都市ガス業界って昔は石炭から作ったガスで、その後は石油、そして今天然ガス、ということでこう変遷してきたんですよね、だから新たに今回その E メタンというガスを送ると、でこれは全くですね、今の LNG を今送ってるんですけど、それの、船で輸入して、工場で貯めて、そして加工して導管で送って、お客様の家のガス機器で使うんですけど、全く何の調整もいらないんですよ。その前の石油のから作ったガスから LNG に変えるときは、すべてのお客様、弊社であれば110万個のお客様の家を回って、ガス器具の調整をしてといった作業があったんですけど、今回の E メタンというのはそういうのが必要ございません、はい、だから最終的にはこれが E メタンというのが、うち の都市ガス業界にとっての最終的な最適解最終解になると思います。そうですか、いや2050年ゼロってできるかしらってずっとちょっと思ってたんですけど、お言葉を聞いて、いやあながちそんなに遠い目標でもないような気がしてきまして、なんか力強さを感じました、でそうしたエネルギーの中で、2019年に、まあ、社長に就任したところですね、やはりそのエネルギー競争っていうのは、まあ、経営上でも厳しい時代だったと思いますけど、その時も様々取り組まれたんですね。ですね、2019年になった時は自由化ということで、今であれば九州電力さんがガスを売ってますし、で私どもはもう電気も売ってるということで、自由化の時にこうなったような感じなんですね、だまあある意味、私本業をずっと
保守本流を歩いた人間じゃないんで、うん、どっちかというと暴流っていうか、IT 系が長かったんで、あまりガスのこと詳しくないんですよ、うん、だからまあ、まあ、いろんなことチャレンジできましたね。はい、むしろそれが良かったのかもしれないですね。良かったって私が思ってるだけで社員が思ってるかどうか知らないけどチャレンジってどんなこと？チャレンジ、チャレンジですか、はい、だから私その経営者というか、まあ、経営者の端くれになって心がけていたのが3つあります。3つ、はい。で、私の母校の校歌がですね、はい、まあ、私、南区の大橋の高校なんですけども、筑紫ヶ丘高校。そうです、筑紫ヶ丘高校なんですけど、はいはい、そこの校歌が最後3番あって、日本をいざ守らん、うん、日本をいざ作らん、日本をいざ開かんというこの3つの言葉で、終わる校歌なんですよ。はいはい、これを、頭に念頭に入れながら経営して、この5年間、社長職したかなと思ってます。守らん、開かん、作らん、はいはい。で、まず具体的に言うと、守らん、うん、まあ、つまり会社を守らんと、はい、いうことはこの自由化、うんうん、で九電さんの方もガスを売られます、はい、でも会社の規模がもう10倍以上違いますんでですね、うん、やはりこう体力勝負になると負けるんですよ。だからそこでいろんな知恵を出して、会社を守っていこうということで、うん、その日本を守らんということでございますね、うん、それとあと日本をいざ作らんと、はい、いうことで、うちはマザービジネスは当然都市ガスなんですけど、はい、それ以外に新たな事業をいろいろやっていこうやと、うん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 、そして、ガスも売ってる細部ガスというような、会社になれればと、ガスも売ってる細部ガスということで、いろいろやって、まあ、こう新規事業では結局難しいんですけども、まあ、今うちはそう当時やったのが食、はい、まあ、皆さんご存知かどうか知りませんけど、あの博多駅のところの八仙閣、はい、であそこも今一つやってます。火のイメージですもんね、はいはい、それとあと小戸の方に、温浴施設とかもやってますし、はい、そういったのもいろいろやっております。あ、でまた、今最近好調なのが不動産ですね。不動産、はい、うん、やっぱり街づくり、街づくりっていう形で関わるということですね、はい、まあ、衣食住って、まあ、まあ私たちをこう成り立たせる、日常を成り立たせる大切な柱でもありますしね、うん、そうなんですね。街づくりという意味でもやっぱり大きなプロジェクトがありますね。だからうち会社の規模的にはその天神ビッグバンであるとか博多コネクティブとか、ああいうところにこう参画できるような、まだそこまで成長した不動産事業じゃございませんで、まあ、トピック的に言いますと、今年の6月ですか、はい、九州大学の函館キャンパス、はい、ここのコンストの一員として、今後参画させていただこうと思ってまして、まあ、そこをどういうふうに今後やっていくかということで、まあ、3社皆さんご存知のように3つのグループがあったんですけど、はい、そこの中で、まあ、圧倒的な大差で取らせていただきまして、これを今からは、コンソメンバー、はい、それと福岡市と、それと地元の人と協調していい町が作れればと、はい、でまた当然うち公益事業でも企業でもありますけども、当然営利事業でございますんで、はい、ある程度儲けさせていただければと。もちろんですね。はい、思っております。はい、あ。やっぱり住民も、まあ、消費者も豊かに、そして企業も豊かにということが大切なことですよね。はい、どんな街になるのかとっても楽しみですけど。そうですね。はい。まあ、どっちかというと ICT とかいう形で、はい、うんうん、まあ、先進的な街になるんじゃないかなということで、ええ、今やっとメンバーたちがそれを落とし込んでいる段階ですね。あ、そうですか、ええ、大変に未来を感じるお話でしたけれども、はい、まあ、これまで、まあ、経営者としてどのような歩みをされてきたのか、若い時どのようだったのか、あと小さい時はどんなお子さんだったのか、そのあたりも伺いたいと思います、はい、今日のお客様リーダーは細部ガスホールディングス株式会社代表取締役会長道永幸典さんでした。どうもありがとうございました。来週もこのお話を続きを伺います。お相手は下田文代でした。それではまた。何にもない、そんな時間はポッドキャストで過ごしませんか？ RKB では毎週40本以上のポッドキャスト番組を配信しています。あなたのお気に入りの声にきっと出会えるはず。ラジコ、スポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、YouTube ミュージックで
RKB と検索してフォローしてください。 RKB オンラインのポッドキャストまとめサイトもチェック。